ショパンは死の間際にその出版せずにそれまで書き溜めていた自分の曲楽譜についてこんな遺言を残しました。でその遺言っていうのは本当に完璧主義のショパンらしいものだったんですね。ショパンは死の直前、友人のグジママに対し、出版を許していない楽譜の扱いについて、次のように述べたといえ、出版には値しないと思う作品がたくさんある。残りは一つの例外もなく燃やし尽くされるように。なぜなら、聴衆への強い敬意を持っているし、自分の責任、自分の名のもとに、値しない作品が聴衆に広まってほしくない。ショパンは自分で出版しなかった書き溜めたものは自分の死後遺作として出版することはしないで燃やしてほしいと頼んだんです。納得して出したそれまでの作品1から65までのものとそうでないまま書き溜めてまだ途中だったり納得してなかったりっていうのもあるものと両方同等に出版されるっていうのはショパンの責任感とかが許さなかったわけです。ショパンの死後遺品遺作どうしようと。で遺族やお弟子さんたちや友人知人が集まって話し合いをしたそうです。ショパン空いてたけどどうしよう、燃やしてって言ってた。燃やすことはできるでしょ、今ここで火をつければ。だけど本当に燃やしていいんだろうかと。ショパンは納得してないかもしれないけどすごい曲があるじゃないと。例えばこういうスカートの別れのワルツとして有名な変一丁調のワルツとか、美しい曲が燃やされなくてよかったと思います。っていうのは私たちは今こうやって聴いてるわけだから